皿穴用の垂直ドリルガイドです。はじめに基本的な機能を少しご覧ください。この構造が大きく関わっています。先端をロックします。この実験ではクランプを使いません。先端が固定され、ベースは動きません。バリも出ません。普通のドリルガイドの場合、先端のロックがないので左右に動きます。位置もずれました。センター垂直ドリルガイドです。長板用ガイドではこの構造を活用します。先端のテーパーで穴の中心を出します。これで中心に垂直な穴が開けられます。自作の内径 2.5 ミリの専用ガイドを使用。はじめにポンチで材料の状態を探ります。中心から大きく外れたときは何か問題があります。そのときは材料を確認してください。致命的なトラブルを防ぎます。2.5 ミリの木工用ドリルをセット。回転させながら押し込みます。木工用の方がドリフトの発生は少ないです。しかしこの変換は先端付近に溝があって少し引っかかります。鉄鋼用だと問題はありません。これでも使用できますが、更新を検討中です。長板が浮いているので穴が斜めに見えますが、上から見るとかなり正確に開いています。ビスが傾かないように注意します。専用ビスではないので少し高いです。デモ用なのでご了承ください。皿穴はビスを垂直に入れる必要があります。垂直ガイドはこの部分を担います。
中心プラス垂直がこのジグの強みです。長板の種類によりベースの変更が必要です。ジグのパイプはステンレス製でスペーサーではありません。精度を高めるガイド作りもやる予定です。よろしければご覧になってください。どうでしょう。先端部について、先端は M6 のアンカーを利用します。詳細は概要欄をご覧ください。この長さでカットしています。先端はテーパー状に研磨します。多少の問題もあり、仕様変更を検討中です。ピンが簡単に抜けない場合、ネジ構造を利用して押し上げます。長さが足りないのでナットを追加します。スポンジをかませてピンを挟みます。強く挟んでピンを曲げないように注意してください。ネジを回して押し上げます。これはポンチで使います。先端は削り直す方が精度は上がります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。